ネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、船月です。黒です。いやー、久々の2人の確か、結構久々ですね。結構久々ですよね。確かに、そうですね。緊張しますね。緊張しますか緊張しますか。緊張はまあ、はいはいはい、だいぶね、慣れてきた、慣れてきましたね、みたいな感じなんですけど、はい、まあもうそろそろ、まあ、4月ももう今日撮影では中日、うん、中ですね。で、もうすぐ5月に入るっていうところで、うんうん、はい、来ましたね、ゴールデンウィーク。いや、ゴールデンウィークですね。最高ですね。いやいいですよね。どっか行きますか？ゴールデンウィーク、まあどっか行こうかなって感じですけど、おお、まあこの辺でイベントも結構あるんで。ああ、確かにこの辺りだったら、ね、まあ、はい、イベントとか行こうかなとか。鎌倉とかもなんかやってるんですか？海とか。あ、やってると思いますね。あ、そうなんですね。鎌倉とか、あと寿司とかやってますね。どっか行くんですか？いや、人混み苦手なんで。あ、そうなんですね、はい、避けたいなとは思って。はいはいはい、逆に、逆に。でもなんかそういう時が一番街が盛り上がってたりもするんで、うんうんうん、その空気感味わいたいなみたいなのがありますよね。そうですね、まあ、そんな中、はい、マネモスコープ、はい、毎年恒例の、はい、あのイベントが、あのイベントがなんと、はい、パワーアップして、パワーアップして今年も開催ということですよね。そうですね。まあ、じゃあそんな企画を簡単にご紹介させていただけたらなと思うんですけれども、はい、毎年恒例の交通費フェアを開催いたしますね。マネモスコープならではの、そうですね、ゴールデンウィーク中のフェアですね。はい、まあ、マネモスコープやっぱり全国にお客様が、そうなんですよね、いらっしゃるので、結構やっぱりここと青山近辺だけじゃなくて、そうですね、関西とか、はい、九州の方とか、うん、北海道の方とか、いろんな方いらっしゃいますからね。で、そんな中、やっぱりこうゴールデンウィークとかどっか行くとか、はい、まあ、出かけるってなった時に絶対にかかってしまうのがやっぱ交通費だと思うんですよ。そうなんですよね、はい、そこで結構行く場所関係してきますもんね。そうなんですよね、交通費の金額とかによって。はい、まあ、それこそ例えば大阪とか名古屋から新幹線で、まあ、鎌倉なり東京来るっていう時も、まあ、必ず1万何円とかって、そうですね、かかってくると思うんですよ。大阪とかだったら新幹線だと1万3千円からみたいな、ね、そうですね、最低でもそのぐらいかかってしまうと思うんですけど、まあ、そんな中アナモスコープが、はい、あのご提案として、はい、その片道分の交通費を負担します。おお、だいぶ太っ腹な企画ですよね、これ。そうなんですよ。で、まあ、やっぱその条件ではないんですけど、はい、まあ、対象となるお客様が、はい、まあ、サンセットベイ、アネモスコープで扱ってるサンセットベイの革ジャンですね、はい、がまず対象っていうと、対象商品が、はい、はい、で、あとは、まあ、今まではそこまでだったんですよ。そうですよね、そのイメージが強いですね、はい、なんですけど、はい、今回はアネモスコープの全商品が対象になる。おお、全商品ですね、はい、おだいぶ。なので、はい、まあ、青山にも、まあ、リニューアルして、そうですね、2月からリニューアルして、革ジャン以外にもサングラスだったり、はい、まあ、フィグベルのパーマネントライティング、はい、ノンネイティブだったり、はいはい、マスタードも、あ、そうですね、マスタードももう青山はすごいたくさんで、はい、取り揃えがあるので、はい、で、鎌倉はまあもちろん、鎌倉もどんどんこう増えてきたりとか、そうですね、マックス力音が増えたり、ノンネイティブが増えたり、そうですね、で、あの一部レディースのブランドさんとかも、そうですね、はい、お取り扱いがあるんで、で、まあ、その全商品対象なんですけど、はい、まあ、上限が最大2万円までなとなっていまして、はい、まあ、確かに片道だったら、まあ、大阪とか飛行機とかだったら、まあ、安いところで福岡とかも行っちゃいますもんね。はい、で、交通機関は、はい、飛行機だったり、はい、バス、バス、電車、電車、まあ、あと高速道路も、両方高速道路も行けるんですね。はい、含まれるんで、おで、まあ、必ず、まあ、領収書だったり利用明細を、そうですね、はい、見せていただいて、見せていただくっていうのが条件になるので、はい、そこだけご用意いただいて、がそこで見せていただいて、その交通費分をあの我々が割引にするような形です。あれですよね、ガソリンとかそういうのはなし、ね、そうですね、ちょっと不明瞭になってしまうようなところは、はい、ちょっとあの負担ができないんですけど、はい、それ以外の交通費で領収書とかをお持ちいただければ、その金額割引させていただくっていう形になりますね。はい、
まあ、例えばその、はい、ちょっとこう全商品っていうとちょっとそうですね、分かりづらいところになってしまうと思うんですけれども、はい、3万円の商品から5万円までで、3000円引き、はい、で、まあ、5万円から7万円までで5000円引き、はい、っていうような感じで、まあ、大体10%引きになってくるような、はい、感じではなると思うので、そうですね、はい、で、まあ、実際店頭来ていただいて、はい、もう一個さらにお、まだあるんですか。はい、今回はバージョンアップしてるんで、はい、で、やっぱこうアネモスコープの、まあ、メインとなるブランドはサンセットウェアと思うんですよね。そうですね、やっぱりもう、はい、ファンがすごい多いブランドではありますし、ね、はい、で、やっぱこう動画とかいつも写真とかで見てくれてるお客様とかに、そうですね、まあ、ぜひ一番着てもらいたいなと思うのがやっぱ革ジャンで、そうですね、で、やっぱもうそんな中、はい、ご試着をしていただきますと、はい、まあ、次回使っていただけるサンセットベイで使える5000円服、まあ、こちらもお渡しさせていただけたらなっていう、はい、あ、なるほど、はい、はい、すごいお得ですね。そうす、なんで、まあ、実際に来ていただいて着るだけでいただけるってことなんですよ。おー、すごいですね。なのでね、気になるモデルとか、まあ、逆にこれ着てみようみたいな感覚で、そうですね、いろいろ試してもらって、はい、で、まあ、その時にちょっとなーってこう考えて、うんうん、また次の月とかにカットレを使って購入ができるってことですね。そうです、そうです、そうです。なるほど、まあ、逆に遠方の方とかは来ていただいて試着してよければ交通費分の上限2万円ですよね。そうです、最大引きになるってことですね。そうです、そうです、パーシャントだったら、おー、めちゃくちゃいいですね。そうです、まあ、なので本当こう鎌倉、東京、観光のついでに、まあ、ショッピングをして、まあ、交通費をね、そうですね、ちょっとでも浮かせてもらえるような、ほんとそれこそこの辺だと2万円浮いただけでも、そうですね、本当に美味しいご飯屋さんだったりとか行けますしね、はい、で結構やっぱこのエリアも観光地固まってると思うんで、そうですね、鎌倉もすごい有名なとこ行くんですけど、大仏もあって八幡宮もあってっていう、こういろいろ観光地としてはたくさん盛りだくさんですもんね、海も行けてって感じですもんね、はい、でそこで好きなところに、はい、行っていただけますし、すごいこの辺もイベントがありますからね。そうですね。それに合わせて来ていただければすごい楽しいのかなとは思います。はい、青山の方もまあすごい都心に近いのでね。そうですね。まあ、ど真ん中なんですけど、渋谷行ったりとか新宿行ったり、ちょっとついでに立ち寄れるようなね、そうですね、立地でもあるので、はい、ぜひぜひ来ていただいてお買い物していただければなと思います。はい、例えば、はい、姉も3万円以上からこう始まるわけじゃないですか。はい、グローブだったりサングラスだったりとか、こうもろもろ込みでまとめ買いみたいな形で3万円以上でも適用されるんですか。はい、もちろんです。おお、すごいですね。はい、なのでまあ例えば T シャツとかも T シャツ、ね、まああとスニーカーとかもじゃあ、ね、ああそうですね、そのこうトータルコーディネートで割引も全然適用されるってことですね。そう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 、すごいですね。なのでもうこれから使えるいわゆるサンダルだったりとか、はい、そうですね、あとは半袖の、ね、マスタードのボーティー、ヘンリー、ポケティーなんかももう発売してると思うので、それもまとめて、ね、買ってガシガシ着れるっていうのをお願いしていただければ。はい、じゃあということで今回はアネモスコープ恒例のゴールデンウィーク企画のご紹介でした、はい、チャンネル登録、高評価、コメント随時お待ちしております。お待ちしております。それではまた。